カリコちゃんね、実は薄目で見てるの。なんでもお見通しなの。でもね、目をつむるの。この世の中にはね、目をつむった方がいい場合もあるの。そういう世界なの。みんな気づかなかったかもしれないけど、カリコちゃんね、今日天使なの。でもね、カリコちゃん可愛いの好きだから、天使の輪っかにおリボンつけてもらったの。でもね、オプションだからね、別途お金がかかったの。だからね、カリコちゃんバイトするの。おリボンのついた天使の輪っかのカリコちゃん、どんなバイトがいいかな。でもね、カリコちゃん、12時から1時までしかアルバイトできないの。それ以上長く働いちゃうと、こうやって寝ちゃうの。前それでアルバイト1日目にクビになったの。所要時間2分ぐらいだったの。それじゃアルバイトできないって。じゃあやめる。お気に入りの天使の輪っか、もういらない。もうカリコちゃん、アルバイトやるなんて言わない。すごく傷ついたの。傷ついた時はね、カリコちゃん、チャイちゃんの匂いを嗅ぐの。カリコちゃん、チャイちゃんの匂いを嗅ぐとね、なんだか宇宙の匂いがするからね、嫌なこととか忘れるの。そしたらね、また新しい一歩が踏み出せるの。ちょっと、大事な話をしてるんだからこっちを映してほしいの。もうね、カリコちゃんね、拗ねたの。こんなにカリコちゃんご機嫌損ねたらね、いいねボタン欲しいの。それが唯一の救世処置なの。大事なところで噛んだの。